スティーブン・トンプソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、元キックボクサー。サウスカロライナ州シンプソンビル出身。ピッチブラック MMA、セラロンゴファイトチーム所属。UFC 世界ウェルター級ランキング5位。元プロキックボクサーの父親が、空手道場を経営していたことで、トンプソンは3歳から、憲法空手を、はじめ、14歳で、キックボクシングと、柔術。 20歳でブラジリアン柔術26歳で総合格闘技を始めた。キックボクシングではアマチュアで38戦37戦、プロでは58戦無敗の戦績を誇る。2010年2月5日、総合格闘技デビュー戦を白星で飾る。2012年2月4日、UFC デビュー戦となった UFC143 でダンスキット陣と対戦し、 右ハイキックで 1RKO 勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。同年4月21日、UFC145 でマット・ブラウンと対戦し、0から3の判定負け。キャリア初黒星を喫した。2014年2月22日、UFC170 で後に、UFC 世界ミドル級王者となるロバート・ウィテカーと対戦し、 右ストレートでダウンを奪いパウンドで一四個勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年7月12日、ザ・アルティメット・ファイター21フィナーレで、ウェルター級ランキング9位のジェイク・エレン・バーガーと対戦し、右フックキックで小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年2月6日、UFC ・ファイトナイト、ヘンドリックス・ VS ・トンクソンで、 ウェルター級ランキング2位の下、UFC 世界ウェルター級王者ジョニー・ヘンドリックスと対戦し、バックスピンキックからのパンチの連打で一四股勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。2016年6月18日、UFC ファイトナイト、マクドナルド VS、トンプソンで、ウェルター級ランキング1位のローリー・マクドナルドと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。 2016年11月12日、UFC205 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者タイロンウッドリーと対戦。一進一退の攻防を繰り広げ、0から1の5アールハンテドローで王座獲得に失敗したが、ファイトオブザナイトを受賞した。2017年3月4日、UFC209 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで、 王者タイロンウッドリーとダイレクトリーマッチで再戦。両者ともに手数の少ない展開となり、やや優勢に試合を進めたものの、試合終了間際にパンチでダウンを奪われ、0から2の 5R 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2017年11月4日、UFC217 でウェルター級ランキング4位のホルヘ・マスビダルと対戦し、3から0の判定勝ち。 2018年5月27日 UFC ファイトナイトトンプソン VS ティルのメインイベントでウェルター級ランキング8位のダレンティルと対戦接戦となったが0から3の 5R 判定負けを起死したこの試合はティルが3.5ポンド体重超過をしたため174.5ポンド契約で試合が行われた二千十九年三月十三日 UFC ファイトナイト トンプソン VS、ペティスで、元 UFC 世界ライト級王者のアンソニー・ペティスと対戦。優勢に試合を進めたものの、にある終盤に、右スーパーマンパンチで、逆転の小負け。2連敗となった。2019年11月2日、UFC244 でウェルター級ランキング14位のビセンテルケと対戦。序盤に、パンチのラッシュを受ける場面があったものの、 それ以降は、打撃の攻防で圧倒し、3から0の判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2020年12月19日、UFC ファイトナイトトンプソン VS ニールで、ウェルター級ランキング11位のジェフニールと対戦し、スタンドの攻防で終始圧倒して3から0の5、R 判定勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。千二十一年七月十日、 UFC264 でウェルター級ランキング2位のギルバート・バーンズと対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。